視聴者の皆様、こんにちは。今回は非常識な自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。人間には2種類ある。それは昼型と夜型だ。そこにはどうにもならない暗く深い溝がある。ここは確かドライヤーで髪を乾かしていたら家を追い出されたというタイトルのスレだよね。はい、そうです。夜型人間大学生をやっておりますイッチです。よろしくお願いいたします。よろしく。夜型って言うなら俺もそうだけどさ、それとドライヤーと何の関係があるわけ？おお、ここに夜型人間の同士が、いえまあ、同じパターンならお分かりかと思うのですが、どうしても夜型だと昼とか夕方に起きて朝になったら寝るというのが多いですよね。おう。まあ俺は在宅ワークだから夜が集中しやすい関係でそうなってしまったがな。そうなんです。夜は静かで集中しやすいんですよね。だからついついいろんなことを夜にするようになっちゃって。それでお風呂も夜に入って髪をドライヤーで乾かしてたら、両親が爆怒りしちゃって、もういい加減家を出てけ、一人暮らししろっていきなり言われちゃいまして。猶予は少しあるからとっとと自分で部屋やバイトを探せって言うんですよ。いきなりですよ。ちょっと強引すぎませんかね。そりゃ両親も弟もお兄ちゃんも朝方人間だから朝起きられない私の気持ちはわからないんですよ。ああ、それでドライヤーね。でもまあ、とりあえずイッチがそこまで言われる背景がわからないからさ、スペックをよろしく。こういう時のスペックですね。はい、私は21歳の花の女子大生をやっています。趣味は漫画を含めた読書とゲームと SNS のエゴサ、あとお菓子作りです。おう、それはもう絵に描いたような夜型の何かやばいやつだな。やばいって何ですか？一応ちゃんと大学の課題もやってますよ。わかった。それでなんでドライヤーで追い出される羽目になったんだ？それではお話しいたしましょう。そもそも私が夜型になったのは高校時代の受験の勉強をしていたことなんです。受験勉強、なんて遠い日の話なんだ。一気に引きずられてるんじゃないわよ。現実。ごめん。当時私は16、17のピチピチの高校生。そんな花の盛りを毎日できるだけ偏差値の高い大学へ行けと教師に親にせっつかれの毎日。格別行きたい大学があるというわけでもない私としては偏差値にこだわるしかなく、ただただ毎日、言われるままに勉強。学校の予習復習だけでなく、予備校の課題も結構抱えていたんですよね。おう。なかなかハードだよな。俺はまあ、行きたいとこがあったからやることが決まってたけど。私もやりたいことがあって専門学校だったから、そこまで高校時代は厳しくなかったわね。そう思うと大変だったわね。息子たちの時に気をつけなくちゃ。で、どうしても全部こなすには家族がガチャガチャしている時より、深夜になってからの方がいいですよね。集中できるし、シーンと静まった空気の中だと勉強もはかどるというものですよ。ああ、それはわかるな。俺も仕事の時にはできるだけ静かな環境がいい。気がついたら朝ってこともよくあるな。そうでしょう？で、もう朝だ。と思ってちょっとだけ寝て、朝ごはんも適当に投稿する毎日でしたよ。おかげでよく授業中に居眠りしてました。本末転倒じゃねえか。予習復習しておいて何やってるんだよ。仕方ないじゃないですか。なんとか起きて、お母さんの用意してくれるカフェオレだけなんとかお腹に入れて高校に通うのにも結構時間かかって。それで授業受け出しても、好きな科目ならともかく、苦手な科目となるともうだんだん頭がぼーっとしてきて、まぶたが落ちてきて意識がスーッと遠のいていくんですよね。そんな経験、皆さんないですか？耳が痛いわ。まあ、当時はあったな。否定はできん。でしょう、やっぱり興味ない科目ってそうなるんですよ。で、結局その科目だけどーんと点数が落ちてですね。じゃあその科目を受験しない大学に行こうって話になったんですよ。消去法だね。まあ、俺らの頃にもよくあったな。特にやりたいことがない奴がとりあえず大学に入る時の。それでそういう、苦手科目を受験しなくていい大学に入ったわけ？そうなんです。それが今の大学なんですが。まず1年目に選択した科目がほとんど2コマ目からなんですよね。コマ？ああ、大学の時間割。高校なんかの2時間が1コマになるくらいかな。そうなんです。だから登校するのが高校と違って10時過ぎとかになるんですよね。そうなると、もう朝寝し放題ですよ。あの眠くて仕方のない高校時代に比べてどれだけありがたいことか。ただそこに、どうしようもない落とし穴があったんですよ。どうしようもない落とし穴だと。はい。朝寝の心地よさを覚えてしまったことです。
その1年で、もう私の体はすっかり朝9時過ぎ、時には11時過ぎに起きるようになってしまっていたんですよね。それで間に合うんだ。はい。2コマ目に間に合わせるには9時過ぎ、次は午後ですから。ただそれが、2年になって状況が変わりまして。2年になったらいきなり必修科目が増えたんですよ。わははわは、ちゃんと2年からのシラバスも読んでおかないお前の自業自得だ。いいじゃないですか、せっかく受験勉強の果てに入った大学なんですから、ちょっと暗い羽目を外しても、みんなが学校帰りに遊んだり、授業サボったりする代わりに私はただ朝寝を楽しんでいたんですよ。だけど2年は1コマ目からの授業が多くて、もう起きるのが辛くて辛くて。気づいたら、1コマ目の授業の単位落としていたんですよね。キャハハハハハハハは、やっちまったなぁ。なんでそこで笑うんですか。うちの大学、2年次と3年次の間にもなかなか高い崖がありまして、2年次までに必修単位が取れないという年ってのが決まってたんですよ。おかげで今年もまだ、2年なんです。マジ留年したんだ、ざまあ。まあ、それは本当に自業自得よねー。で、今はちゃんと出ているの？それが、なかなかそうもいかなくて。え？落ちた科目以外は出てないんだろ？そうなんですが、そうなったらそうなったで、またさらに出なくていい日が増えたじゃないですか。そうしたらもう昼間は眠くて眠くて、根性で1コマ目の授業に出ようとはしてるんですが、もう終わると他の教室で昼寝するしかなくて。で、気がついたらもう夕方の4コマ目の学生が空いていたはずの教室に入ってきたりしてですね。あ、またやっちまったと思いつつ家に帰るんですが、そうすると今度は夜目が冴えちゃって。それで夜にいろいろやるわけですよ。自分の部屋の掃除とか、ゲームとか、あとはまあ洗濯とか。そうそう、夜食も欠かせませんよねー。夜も更けると案外これがお腹すくんですよ。ところがこういう時に限って、買い置きのスナックとかないし、うちのあたりからコンビニには歩いていくには遠いし、じゃああるもので何か作ろう、と料理アプリを開きましてね。あ、実は私こう見えても料理うまいんですよ。それで冷蔵庫の中から材料取り出してお菓子を作る習慣になってしまいまして。夜中のお菓子、太るわね。いいんですよ、育ち盛りなんですから。で、私凝り性なんで、ついついお菓子作り出すとせっかくだから、と道具もいろいろ取り出してやってしまうんですよねー。それでよく作るのがシフォンケーキなんですよ。ちょっと待って。ゼリーやプリンとかの冷やし固めれば済むのではなくシフォンケーキですって？はい。あ、時には油少なめドーナツとかもありますよ。やっぱり小麦粉系お菓子は神ですね。いや、シフォンケーキってことは、電動の泡立て器使うんでしょ？それとも一気は腕の力強いから自力で泡立てる？そんなの無理ですよ。シフォンは確かに白身や生クリームだけ泡立てればいいから全卵のよりはマシですけど、だいたい手で泡立てたら時間がかかってイライラするじゃないですか。そうなのよ。手で泡立てるのは重労働よ。だけど電動の泡立て器って結構な音がするじゃない。それを真夜中に？あとドーナツとかも、油で揚げるのも結構音がするでしょ？匂いも漂ってくるし。そうですね。弟が確か。姉ちゃん頼むから夜に菓子作るのやめてくれよ。俺、腹が鳴って目が覚めちゃったじゃないか。って言ってましたね。そうそう、それでドライヤーなんですよ。それが昨日言われたことなんですよねー。お、ようやくドライヤーの登場か。そうなんです。私が確かあの時、4時くらいに風呂に入って、それから髪をのんびり乾かしてたんですよね。私の髪ってすっごく長いから、乾かすのにも時間がかかるんですよ。気持ちいい風にふーっと一息ついていたら、いきなりお母さんが鬼のような形相で私の手からドライヤーを取り上げてこう言ったんですよ。いい加減にしなさい。こっちは最近更年期で眠りが浅いのにあんたがガチャガチャ音をさせるから目が覚めちゃって眠れないじゃないの。で、おいおい、相当それだけでも迷惑かけてるじゃないか。弟にも母親にも。あ、でも夜のお菓子とか、作ったものはちゃんと弟にもあげてますよ。でもお母さんのは仕方ないですよねー。更年期って、避けられないんでしょ？私は夜型で、どうしても夜動くことになるのは仕方ないんだし。だからお母さんにはだったら耳栓でもすれば？って返したんですよね。うっわひどい。私もだんだんそういう年齢近づいてるから、確かにそう言いたくなる気持ちはわかるわ。私、一気に更年期がひどくなる呪いをかけようと。おい、ちょ、待て、呪いって。いやー、男兄弟にとってもそやひどいわ。え、そうですか？いくら後でもらえるって言ったって、夜中に漂ってくるケーキの焼いた香りとかドーナツの上がる匂いとか育ち盛りのガキにとってどんな拷問だよ。あー、
まあその耳栓のあたりでお母さんに怒鳴られたんですよ。いい加減ちゃんと朝に起きなさい。で、なんであんたのわがままにこっちが耳栓しなくちゃならないの。そもそもあんたは学校だって大して行かずに昼まで寝てて、行ったと思ったら夜ずっと起きてて、お父さんはあんたがご飯に顔出さないのに怒っているし、お兄ちゃんはあんたの洗濯や掃除機の音がうるさくて寝不足だし、弟くんはあんたが無駄に多く作ったお菓子を食べすぎて最近肥満気味で部活でまずいことになってるのよ。ですって。ブホ。それで、いい加減ちゃんと朝起きて学校にも行って夕方にはちゃんと一緒に食事をしなさい。学費払ってもらってる身で何好き勝手やってるの。家のことも何もしないで。で、でも仕方ないじゃないですか。夜眠くならないんだし。それでとうとう家族会議となってしまって、翌日の夕飯が終わったあたりで食卓に集合させられて今までのことをみんなに責められたんですよ。いやもう、特に弟がひどかったですね。姉ちゃんが夜中にあんなの作りまくるから俺の体重がガンガン増えちまって部活でも後輩に抜かれたせいで、スタメン外されたんだ。で、いやそれお前が自己管理をできてないだけだろ？ってことを私、言ったんですよね。けど、姉ちゃんシフォンケーキ作っても、自分で食うの8分の1だけだろ。起きてそんなのがドーンと食卓に乗っててみろよ。朝なんかいくらだって食えるんだよ。気づいたら半分食ってた俺の気持ち考えてみろよ。お母さんも、そのケーキの材料はうちの食費から出ているのよ。それなのにあんたが使う卵の量、半端ないじゃない。最近は卵がともかく高いっていうのに、パウンドケーキ作った時にはバターも勝手に出すし、サラダ油で転用って頭はないの。だいたい、好きなお菓子作りたかったら自分の財布から出しなさい。とか言うし、そしてお父さんがとどめで、これ以上夜に騒いで家族に迷惑かけるようだったら、お前は大学近くで一人暮らしをしろ。学費は出すが、部屋代と食費は自分で稼げ。ですよ、そんなバカな、って思いましたよ。今の大学選んだのは、偏差値と学科だけでなく、家から通える距離ってのもあったのに。まあなあ、このご時世に留年して学費1年分余分に出させるやつを好き勝手させることないよなあ。そうそう、可愛い子には旅をさせろって昔から言われてるだろ。それじゃ私、バイトしなくちゃならないじゃないですか。今までそんな経験ないのにいきなり。なんかそれ、ひどくないですか。だから今までイッチがぐうたらやってきたことが返ってきただけだろ。そうそう、ただでさえ物が値上がりしてる中で好き勝手にお菓子作って食費を爆上げしてる娘なら外で修行してこい。って思うわよね。何ですか一体、一人暮らしなんて嫌ですよ。夜型人間の味方をしてくれる人はいないんですか。だったらそれこそ深夜のコンビニバイトでも末親御さんも多少は納得してくれるだろ。あや時給もいいしな。バイトなんて嫌ですよ。私は就職するまでのこの学生時代は実家でできるだけぬくぬくしてやっていきたいと思っているんです。ああもう、なんとかしてそれを阻止する方法を聞こうと思ったのに誰も使い物にならない。勢いよくまくし立て、スレミンを置き去りにしたままイッチはその場から去っていきました。次にイッチがやってきたのは、なんと2ヶ月後でした。すみません、このスレ欲しいてくれたんですね。お、もしかしてイッチか。ああ、ここ雑談に使っててな。あれからどうなったの？ご両親の宣言通り、家を追い出された？久しぶりの昇進の乙女にひどいこと言いますね。昇進の乙女、再会の一声がまともだと思ったけど変わってねえ。で、昇進ということは本当に追い出されたんだ。お疲れ様。これだけ間が空いてるってことは追い出されて部屋探ししてバイト探して引っ越ししたんだろ。そうですよ、今は大学の近くの風呂トイレ台所共同6畳一間ですよ。すげえ、そやめちゃくちゃ安いだろ。俺らの頃の下宿のまんま、今でもあるんだな。ですがここに行き着くまでには紆余曲折あったんです。せっかくだから聞いてくださいよ。おお、聞いてやろうじゃないか。なになに、どんな紆余曲折だっていうの。まず私、ともかく身の回りのものだけ持って追い出されたんですよ。一週間経っても部屋もバイトも全く探さないからって、仕方がないから大学の友人のところにとりあえず転がり込んだんです。友達、いたんだ。いますよ、少ないけど。うわ、迷惑なやつ。うるさいですね。行くところがないんですから仕方がないでしょう。お金もほとんどないから、学校のあちこちで昼間は仮眠取って夕方からバイト探しとかしてたんですよ。大学で寝られるところを探すの大変なんですよ。図書館の自習室とかでは司書さんから起こされて立ち退かされたり。当然だろ、
自習室は自習するやつのためのところだ。食堂のある学生会館のエントランスのソファーにも結構お世話になったんですが、さすがに出入りが激しくて眠っていられなかったり、だからやっぱり空き教室巡りでしたよ。高校と違って保健室もないし。ないのかよ。保健管理センターはありましたがね、寝るためにいさせてくれませんよ。数が違うんですから。で、眠気が覚めたら夕方から夜間のバイト探しですよ。そこでせっかく時間が空いてるのに昼間のバイトってことにしないのが徹底した夜型だな。昼間にバイトなんかできませんよ。眠くて眠くてやってられなくて首になるのが目に見えてますし。だから夕方からのバイトを学内の紹介とかアプリとかいろいろ使って探しました。それでなんとかコンビニの深夜バイトを見つけたんですが、友人がこう言ったんですよ。明け方帰ってくる私のためにわざわざ起き出して鍵開けるの嫌だって。で、バイト始めて1週間で追い出されました。仕方ないから他の友人のところを転々としたんですけど、みんな同じこと言って。まあ、そりゃそうだろうな。お前が朝起きられないように、明け方なんて一番気温が下がって今あたりは気持ちよく寝られる季節なんだ。その気持ちよ、居眠りを覚ますやつなんて害にしかならないだろ。く、でもひどいじゃないですか。確かに忙しい学年なのは知ってますけど、みんながみんな、あんたの世話は焼いてられないって言うんですよ。そんな友達こっちから願い下げです。それでどうしたんだ？さすがにそうなったら行き場がないだろ。だから親に部屋代だけ出してくださいお願いしますって頭を下げたんです。おお、偉いじゃねえの。バイトも探してきたことだし、と、そこで両親が指定してきたのが今住んでるところですよ。それでもよく娘をそういうとこに入れたな。危険とか考えなかったのか？2階建てで、上の階が女子ばかりなんです。本当に大学の校舎がすぐ近くに見えるところでほとんどの人が学校に泊まり込むようなガリ勉ばかりで。わはははははは。そういうところに一致を入れて構成させようって言うんだな。正しい、ご両親正しいわ。いやもうひどいところですよ。安いだけあって、壁越しの音や廊下の立ち話も聞こえてくるし。わはははは。はお前が自宅でやったことが返ってきてるだけだぞ。だからもう、そこには眠るために帰るだけですよ。バイトで稼いでもっといい部屋に移らないと。時間がまだ今は有り余ってるものな。金貯めるにはちょうどいいだろ。そうそう。3年からはきっと専門だろ。それに就職活動、忙しくなるよな。今のうちにできるだけ貯めておけよ。だいたい一致留年してるんだからさ、絶対就職不利だし。その辺もしっかり考えろよな。深夜のコンビニバイトならまあ結構稼げるだろ。夜型人間にはちょうどいいしな。ええ、確かに間違いなく稼げますよ。けどなんですか、あの忙しさは。深夜なのに忙しい？全く来ない時は全く来ない、忙しい時は忙しいし、結構厄介な客も多い。それに時には昼のシフトにも入ってほしいって頼まれるし。当たり前だろ。そういう時間帯だから時給高いんだよ。そういえばイッチ、今もお菓子作ってるの？家じゃないから、電子レンジも共同の温め専用しかないんですよ。自前のフライパン一つでどれだけのものが作れるって言うんです？ほっほっほ、フライパンの万能性をまだ知らないようね。この子娘が。おいおい、ついにあんたまで。だってそうだし。だいたい実家に揃った材料と設備をふんだんに使うのならよほどの料理音痴でない限りある程度できるのよ。イッチがお菓子を作るの本当に好きって言うならその状態でも作ってみることね。今は作ってませんよ。帰りにスナック菓子買って帰りますから。けどそれがまたバイトのストレスでついつい買い込んで、バリ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 食べて太っちゃったんですよ。わはははは、は弟の恨みが今帰ってきてるな。知りません。あ、もう、もうこのスレとっとと落としてください。こうして昼夜反転留年学生一致は構成と肥満の気配を残してスレを去っていきました。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？ぜひコメント欄にお願いいたします。2本目は、ママ友から高級弁当をいただきました。しかし次の日に絶縁されることに、と嘆く一致のお話です。それではご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。世の中は不公平だと思いませんか？生まれながらに容姿が良く、長女花よと育てられ、結婚相手のステータスも高いという人、恵まれすぎた人って本当にいるんです。今回は女性特有のあれかな？一致の言う通り勝ち組、負け組って、自分の努力なんて関係なくあるのが、今の時代。ワイらはどっちなんだろうな？綺麗だから金持ちと結婚できるんだよ。もう女として命を宿した時から、運命は決まってる。
まあ、親ガチャっていうこと。私は息子が幼稚園に通っているので、ママ友が何人かいます。子供同士が仲良かったり、役員が同じだったり、家が近所だったりと、必然的にママ友ってできるのです。でもママ友だからって、誰でもいいわけではありません。表面上は笑顔で接していても、苦手なママ友もいるんです。だから私は割と人を選んでいました。その中でも私は A 子さんというママ友と仲良くしていたのです。後でわかったのですが、A 子さんは私に対して、上辺だけのお付き合いという認識。そこから妄想が生まれていたのでした。自分の中で一番でも、相手は五番手くらいに思ってるパターン。女は生まれてから天国に召されるまで、カースト制度から逃れられないんだな。つくづく男に生まれてよかった。そんな A 子さんから私、絶縁されました。香ばしくなってきた。いいね、この流れ。よくありがちなママ友トラブルだと思うが、どんな修羅場があったのかは知りたい。詳しく聞きたいから、まずは一致の自己紹介からよろしく。私は30歳の主婦。夫も同い年の会社員。5歳の息子との3人家族です。今、私たちが家族で住んでるのは、夫の実家が近いという理由で選んだ、古い 2DK のアパート。この場所こそが、今回の私のクライマックスに、大いに関係してくるのです。生活圏は同じなのに、隣の区画は高級住宅地、スーパー、銀行、病院、学校、公園などは、どちらの区画も同じ場所を使います。ただ隣の高級住宅地に住む方々は、お子さんを私立に入れる方が多いわけです。スーパーももっと高級食材がある、遠くのスーパーへ外車で行くという、私のような一般庶民とは住む世界が違いすぎて、息子の通う幼稚園に、隣の区画のお子さんを、通わせている方は2名。その中に A 子さんがいたんです。A 子さんはお金持ちであることを鼻にかけず、いつもフランクに接してくれます。でも、着てるもの、身につけているものが、高級であることは隠しきれません。それが嫌味になっていないのが A 子さんなんです。その上 A 子さんは容姿端麗。無敵の人。どこにいても圧倒的オーラが出ていました。育ちが良くて美人な人は、金持ちであることをひけらかさないんだよ。だって小さい頃から可愛い可愛いって言われてきて、もうそこで自分に自信がついてるからな。マウント取る必要もない。ドラマなんかでは A 子がボスママ。左右に取り巻きが二人ってところかな。なんで A 子は子供を私立に入れてないの？庶民と同じ生活させて、メンタル鍛えてるのか？ A 子さんの旦那さんが、ここの幼稚園出身なんですって。旦那さんの勧めでわざわざ通わせてるそう。そんな A 子さんは私の憧れでした。私自身裕福な家庭でもなかったですし、容姿もそこまでよくありません。その上、恥ずかしい話、夫のお給料は同級生と比べると、かなり低いんですよ。夫は仕事をコロコロ変えるので安定しません。しかも出来婚だったので、お金もない中、結婚、出産となりました。そのため、常に金欠。私なりに節約してはいますが、なかなかお金は貯まりません。友達に会うと、顔が疲れている、年寄り老けて見える、と言われる始末。だからこそ A 子さんに興味があったのです。普通に生活していたら、出会えていないであろう女性だと思います。だから私からかなりアプローチしました。とにかく仲良くなりたかったんです。A 子さんは特定のママ友を決めず、まんべんなくママ友とお付き合いしています。それはおそらく、小学校はお子さんの B 太くんを、私立に入れるらしいので、ここでママ友を作っても、永遠じゃないからだと思います。でも、私は垣根を越えて、ゆくゆくは家族ぐるみでお付き合いしたいと、願っていました。ちょっとズうずうしいな、一致。一致は良くても向こうは何のメリットがあるの？住む世界が違うというリアルを突きつけられて、自分が惨めになるだけ。だから A 子だって上辺だけの付き合い。それ以上を求められたくないんだよ。大丈夫。私には武器があります。私の息子と A 子さんの息子 B 太くんが、仲良しなんです。B 太くんは引っ込み思案で、人見知り。幼稚園へ通い始めた時は、約1ヶ月、朝泣いて連れて行くのが大変だったと聞いています。そんな中、B 太くんの最初のお友達になったのが、うちの息子。クラスも年少、年中と同じでした。どちらかというと、A 子さんの方から私に話しかけてきたんです。ただ A 子さんはこれ以上はノー、という、線引きをしていて、私もあと一歩踏み込めないのでした。B 太くんの要望で、狭い我が家で遊ぶことも数回ありましたが、こちらが A 子さん宅へ行くことはありません。また、私たちの地区と A 子さんたちの地区には、公園が一つしかないので、休日などはその公園は、多くの人に利用されます。
公園自体広くて、遊具も豊富で、ミニアスレチックなども併設。遠くからわざわざ車で来る人もいるくらいでした。休日は、その公園でエイコさんとビータくんと、偶然会うこともあったのです。そういう公園が近くにあるのはいいね。でもつくづく富裕層には優しくない、土地柄だなぁと思うが。子供同士はすぐに仲良くなれるけど、ママの心情は複雑なんだろうな。よく、金が全てじゃないとか、言うやついるけど、金があれば選択肢が増えることは確か。一致はええこと仲良くすることで、自分の生活水準も上がると勘違いしてる。無意識なのか計算なのか、一致はええ子に依存してるな。この日も晴天でお出かけ日より。休みの度に息子をどこに連れて行こうかと考え、結局は公園へ連れて行ってることに気づきます。夫はぐずぐずして起きてこないし、どこへ行くにしてもお金がかかる。昔から夫は息子の面倒を積極的に、見ることがありません。24歳でまだまだ遊びたい盛りの中の私の妊娠。夫は口にはしませんが、しぶしぶという感じなのが、私には痛いほど伝わっています。だからこそ私はワンオペで育児をしてきたんです。結局、今日も息子を公園へ連れて行きました。息子は夢中で遊ぶので、お弁当を作って、持って行きました。最近は公園内の、ミニアスレチックが気に入ってる息子。見てるこっちがハラハラしているのに、息子が果敢に挑んでいる姿に、成長を感じる日々。公園へ着くと、A 子さんと B 太くん、そして A 子の旦那さんにばったり遭遇。息子と B 太くんは、大はしゃぎで手をつないでかけていきました。気をつけてよー、と私が大声で届け、自然と私、A 子さん、旦那さんは、芝生の上にシートを敷いて座りました。A 子さんの旦那さんには初めて会いましたが、衝撃でした。A 子さんから常々旦那さんの話は、聞いていたのですが、そんな男性いるの?というくらい素敵な人。実際会ってみると、外見だけでも、清潔感があり、いかにも仕事ができそうな雰囲気。それでいてユーモアがあり、家庭的でもありました。誰もが羨む夫婦像。私の夫とは大違い。どうして同じ人間なのに、こうも違うのか。子供は同じ幼稚園なのに、これほどまでに差があるのは許されるのか。私がどうすれば A 子さんのようになれるのか?お金持ち、旦那が素敵。これだけで十分勝ち組。一致が落ち込む理由はよくわかる。もう生きるベクトルが違うんだって。比較するだけ無駄。稀にあるんだよ。一生交わらない世界の人と、一緒になる瞬間が。でも所詮、一時的なもの、A 子が一致の世界へ入り込むわけがない。必要がない。一致もわきまえないと。お腹空いた後息子とビータくんが戻ってきました。よくよく見るとビータくんはブランドの服を着ていることに気づき、ため息。ドロンコになる覚悟でも、ブランドの服を着せるあたり、やはりセレブの見本。私は水筒とおにぎり、お弁当を広げ、息子を促しました。息子はよっぽどお腹が空いていたのか、おにぎりを頬張ります。匂いにつられて A 子さんの方を向くと、なんと A 子さん一家は、焼肉弁当を食べていたのです。しかも元力士の方が売り出している、美味しいと有名なお弁当。確か、1個2000円くらいするはず。ずっと気になっていましたが、高くて手が出せなかったのです。美味しそうですねー、おかずと交換しませんか?という私のセリフに A 子さんは驚いた表情。おかずも何も、ご飯の上にたっぷり焼肉が、乗っているので、要は肉が食べたいのです私は。私の卵焼き、チーズも入っていて、結構自信があるんですよ。A 子さんは戸惑っています。旦那さんも心配そうに A 子さんと見守る体勢。ああ、お肉でいいんですか?はい、私はチーズイン卵焼きを、A 子さんの焼肉弁当の蓋に置き、A 子さんの返事を待たずに、大量のお肉をゲット。その焼肉のあまりの柔らかさと美味しさに感動。お弁当でこのクオリティはすごい。私は A 子さんと旦那さんが、呆れ顔をしていることにも気づきませんでした。息子とビータくんは全く気づかず、アニメの話で盛り上がっています。いっち、もうやってることがおばさんなんよ。いくら美味しそうな弁当だからって、もらおうとするか?しかも自分の卵焼きが、高級焼肉と同等と思っててくさ。いや、ただの卵焼きじゃない。チーズイン卵焼きだよ。やっぱりセレブは公園の弁当に、高級焼肉弁当食べるのレベチだな。普通なら考えつかないよ、でもそれがセレブ。3時になり、A 子さん一家は帰り自宅を始めました。B 太くんはまだ遊びたい様子でしたが、ちゃんと親の言うことを聞く子なんです。一緒にいると癒される空気を持っていて、本当にいい子。A 子さん一家が帰っていく後ろ姿を見て、私は急いで息子を呼びました。ねえ、B 太くんの家に遊びに行こうか。
息子はあまりよくわかってない様子。行こ、私は息子の手を取りました。ちょっと待って。まさかこの後 A 子の後をついていくの？怖。A 子ん家に行きたいって言っても、D よく断られてきたんだろう。一致にとっては最終手段なんだよ。結局、息子同士が仲良いからって、ママ同士が仲良くなることはないってことね。A 子さん宅は想像していた以上に、広くて豪華。とはいえ、高級住宅街なので、どこも信じられないくらい豪邸ばかり。まるで未知の世界。同じ日本でこんなに差があるなんて。一致さん。A 子さんはやっと私に気づきました。どうしてここに？まさか、後をつけてきたんですか？A 子さんは不審の目を向けました。トイレ行きたくなって、貸してくれない？私はどうにかして家の中に、入れてもらおうとしました。勢いで入ろうとする私に、A 子さんはドアを開ける仕草。そこを強行突破。玄関が吹き抜けになっていて、広々としています。日の光が当たりキラキラして、モデルルームのよう。センスのいい家具や雑貨に囲まれ、テレビでよく見る著名人の自宅と同じレベル。トイレはこちらよ。後日で使ったトイレ一応入り、すぐに出てきました。トイレの中さえいい香りに包まれています。ちょうど3時過ぎでおやつの時間ね。子供たちだけじゃなくて、私たちもブランチしましょうよ。A 子さんのお宅のおやつはきっと、デパ地下で買ったケーキか、お取り寄せの和菓子とか出てくるかも。A 子さんの旦那さんが、広いリビングルームで、私の息子とビータ君と遊んでいる声が響いています。なんて平和で幸せな空間なんだろう。優しい旦那さんね。羨ましい。私はすっかりくつろいで、ソファーに身を委ねました。A 子さんお構いなくね。めちゃめちゃ構われたくて草。厚かましいな、イッチ。A 子の家を見た後に、自分の 2DK のアパート見たら、惨めになるだけだろ。それにおやつの理想が高すぎる。A 子もビータのために、イッチを邪険にできないからな。そこを狙ってるんだよ、イッチは。A 子と仲良くすればメリットしかないし、A 子と同じステータスに立てるって、勘違いしてるんだな。A 子さんは手作りクッキーと紅茶を出してくれて、さすが。ねえ、A 子さん、いつも素敵な服着てるけど、着なくなった洋服ってあるでしょ？それもらえないかしら？私と背丈もスタイルも同じだから、着れると思うの。ちょっとクローゼット見せてくれない？私が立ち上がると A 子さんは行く手を遮りました。そこに旦那さんが、ビータが眠そうだから、今日はここまでで。と声を上げました。A 子さんは明らかにホッとした表情。私は息子と家路に着くしかありませんでした。でも、A 子さんの家の中に入れたことで、ぐんと距離が縮まったと実感。A 子さんの洋服のお下がりや、使わなくなったアクセサリーなんかも、もらえるかもしれない。やっぱり友達を持つならお金持ちの友達ね。うわ、最低、たかりじゃん。一致の要求がエスカレートしてる。A 子もやばいのに目をつけられたもんだ。A 子の旦那の助け舟がなかったら、どうなってただろう。一致は寄生虫になるね。早いうちに距離を置いた方がいい。次の日、幼稚園で保護者会がありました。私は目ざとく A 子さんを見つけ寄っていくと、A 子さんは視線をそらし、場所を移動。保護者会が終わり、今度こそは A 子さんを、捕まえることに成功。A 子さん、昨日はどうも。今日はお宅で一緒にクッキーやケーキを、作りたいわ。子供たちも一緒に作れば、楽しいと思うの。昨日は仕方なくというか、流れで一致さんをあげたけど、今日は散らかってて。A 子さんは歯切れが悪いです。そんなこと気にしないわよ。私と A 子さんの仲じゃない。私には全然気を使わないで。そういう問題じゃなくて。この際だからはっきり言うわね。昨日みたいなことは、正直迷惑なの。私は気を許した方しか、家には招かない主義だから。社交的な A 子さんは、ホームパーティーとか、してそうな雰囲気なのに、私には気を使っている様子。A 子が言葉を選んで、なんとか一致に、来てほしくないって伝えてるのに、一致全くわかってない。すっごい鈍感力。あんなずうずうしくて空気読めない一致と、親しくしたいなんて思えないだろ。一致の暴走は止めることができるのか？今までも A 子は一致に壁を作ってたと思う。それでもビータのためには、仲良くしてる風を出すしかなかったんだろうよ。私はね、これから息子とビータ君に、たくさん思い出を作ってあげたいの。ビータ君は小学校受験で、同じ小学校には通えないでしょ。でも、A 子さんとは家族ぐるみで、お付き合いを続けたいの。息子もビータ君もその方が楽しいでしょ？ A 子さんは顔を曇らせ。私は一致さんとは、これ以上のお付き合いするつもりはないの。ときっぱりと言い放ちました。
もしかしてビータ君を思ってのことかもしれません。息子とビータ君はあと1年でお別れ。別々の小学校へ行くときに、ビータ君が悲しくならないように、徐々に私たちとは、距離を置くという思いなのでしょう。それにビータは来月からお受験に向けて、塾に通うの。もう今まで通りにはいかないし、イッチさんとのお付き合いは遠慮します。私は意味がわからず一瞬ポカンとしました。そこへすかさず、イッチさんとは絶縁します。と、とどめの一言が、ええ子あっぱれ、ここまではっきりと言わないと、イッチには響かなかったよ。嫌われることも恐れないええ子はやっぱり強いな。下の人間に何言われても、たわごとなんだろう。イッチはやりすぎたんだよ。もっと適度な距離感で、しなよく付き合えてたら、ええ子から絶縁までされなかったよ。イッチがずかずか土足で踏み荒らした結果、私は納得がいきません。私、A 子さんに嫌われるようなことした覚え、ないですから。これまで、B 太くんを家で預かったこともあります。私自身はママ友の中で、一番 A 子さんと仲良かったと思ってるんです。A 子さんはどうかわかりませんが、私はいろんなことを A 子さんに話していました。夫の愚痴なんかも聞いてもらったし、私の方は気心知れない仲だと思っていたわけで。だから一致の片思いなんだって。一致は A 子に憧れるあまり、仲良くなることで、自分も同じ世界に立ててると勘違いしているだけ。一致の話、ずっと聞いてきたけど、A 子に嫌われる行為しかしてない。後ついて行ったり、家に上がり込んだり。それに息子を理由に使いすぎ。息子とビータ君が仲いいことにつけ込んでるよ。だからって、絶縁って切り捨てるのは、ひどくないですか？私の人格を全否定されてた気分。ただのママ友にそこまで言う権利あります？そう言ってイッチはスレを出ていきました。スレミンの言葉がよほど刺さったのでしょう。それから2週間後、イッチが再びスレに現れました。皆さん、覚えていますか？ママ友から絶縁されたと突したイッチです。ああ、迷惑行為の。あの後どうなったの？仲直りしたの？仲直りどころか、他のママ友からも、喪失感を食らったんです。A 子さんは他のママ友からも慕われていて、私だけが阻害された感じ。A 子さんと私の最後のやりとりを、聞いていたママ友がいて、その人が広めたんです。ママ友のコミュニティは広いようで狭い。ママ友の世界で、一番恐れていた事態に、私は追い込まれました。子供たち同士は何も知らず、無邪気に遊んでいます。そのことだけが救い。ただ、もう公園にも気軽に行けなくなりました。A 子さんとばったり会うのも怖いですし、他のママ友と遭遇するのも勘弁。とはいえ息子は公園へ行きたがります。ダメ元で夫に声をかけると、よし、今日はパパとサッカーしようか。と予想外のセリフ。夫は張り切って息子と公園へ行きました。夫いいやつじゃん。今までイッチが勝手に決めつけてただけじゃね。夫の方はあえて手や口を出さなかった説あるよ。息子は男の子だし、絶対、父親とのコミュニケーションが必要になる。今まで育児は夫の力を借りずに、一人でしてきたという自負はありました。でも、私が気づかないところで、夫は夫なりに、息子に手を差し伸べていたシーンは、確実にあったのだと思います。もっと私が夫に頼って、いろいろ相談していたら、少しは違った結果になったのでしょうか。この日の講演がきっかけになり、夫と息子は急激に仲良くなりました。そんな中、今回の A 子さんとの出来事が、夫の耳に入ったよう。夫は私を見る目が明らかに変わりました。思えば夫とはうまくいっているか、いないかで言えば、うまくいってません。息子が寝てから、口喧嘩する日も多く、このままでいいのかと危惧していたんです。今回のことを知った夫は、私と別居するチャンスとばかりに、息子を連れて実家へ帰りました。いつからこんなに人生の歯車が、狂ってしまったのでしょうか。やっぱり夫とは不仲だったんだな。だからこそ家の外の世界が、イッチにとっては大事だったんだろう。イッチは話を聞いてくれる人が、単純に欲しかった。A 子の家庭が何もかも理想的で、A 子の世界へ行くことで、現実逃避してたんだよ。はい、お疲れさん。イッチの場合はあまりに自分ファーストなことが、多かったですね。人を大切にしないから、大切にされないのでしょう。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。